よし、いい子だ。足立家の親方、政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族、誰かおりませぬか。殺せ。政子殿はどこだ。この者どもは猛虎ではないが野盗でもない。正体を調べるか。何者かが押し入ったか。血だ。誰か生き残った。なぎなた、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。手がかりはない。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄めの跡。逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。弓兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。
死んで数日。雅子殿、私です。お主は堺家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は？武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ？それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた。一族の眠る場所で。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と、私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず、北の地で。なれど今は足立の墓に。これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。刺客に見覚えは？ない。よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙ったもの。お主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか？
やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では、私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。住職殿か。その実は下男と何ら変わりませんよ。私は純心と申します。この寺が民の助けになればと。広めておこう。寺まで赴けない者は有明の野営へ。少ないですが食べ物も備えました。ありがたい。時に僧を探しておってな。草原という名だ。境内を吐いておるはずです。かたじけない。民を頼むぞ。もう許してください。そこの神社、もう子供に壊されてしまった。奴らが対馬に来る前は満月の旅に参った。草原か。さようで。酒井と申す。お侍、何用で。政子殿からことづてだ。和田家の親方が襲われて他の者は死んだと。猛虎が。いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか。そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ。雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。滅相もない。やめて、お願い。甲冑師を探すか。どこから島を攻めるべきか、もっとは分かってた。どうやって？島のことや侍のことをあらかじめ学んだって噂だよ。なぜ猛虎はあのお方を奪い、金になると思ったのか。どんな鎧でも結構です。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。道中どうかお気をつけ。かつてクロードたちは大きな災いから対馬を救ったといいます。いかなる敵を相手にしたのかお教えしましょう。鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった。喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに
神谷方から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃だが、足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおれ。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ、見られぬように。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。近づきましょう。まさかお前生きておる。武士を連れておる。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。私は中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あ奴らが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。腕試しと行くぞ。
もう逃げられぬぞ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。雅子殿、私は家族を埋めたのだ。一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は地獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらべさえもか！やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。名前と家紋だ。雅子殿に聞くか。何か見つかったか？何者かの名と家紋だ。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば
このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるでな。よし、ノブ。陣、こっちに来い。政子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞雄の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞雄は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いもよらず。貞雄の弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今は食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか。めっそうもない。腕は動く、心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。そこにおる男、荷車を。あれが八郎、貞雄の弟だ。うん、何も忘れてないな。あれはどこだ。あったあった。さてだ。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。もし猛虎に出くわしでもしたら逃げ切ってくれよ。
先客だ。あまり顔を出すでないぞ。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒をよこしてる話できてる。まだです。ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。では、またいつもの慈愛に。頼むぞ。荷車はいい、馬を追うぞ。諦めろ。今日はフミしか持ってないぞ。はあ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村尾さんに殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。へえ、ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。クタの村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか。ああ、抗う村人を殺した族は誰に雇われたと思う。知ってる、サダオだろ。卑怯な。ああ、やはりな。ああ、お前もしゃべりすぎると賊に襲われるか。木こりの家、賊が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。ムクロに尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。サダオからの文、八郎側。傷つけはせぬ。我が名は坂、お主は。ヒナ、
サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。よし、ノブ。ノブ、さあ。ジン、来たか。マサコ殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか。聞こうとしても、あの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。酒井様。雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならば、どこかで貞男と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは。考えてみます。忘れてはならぬぞ。貞男は人を殺したのだ。すぐに戻る。隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに。歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞男を助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしよって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞男の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。父の亡き後、私も里から離れました。家は少しの間で朽ちてしまいます。これはもう我が家ではない。身内が殺された忌まわしき地だ。孫は人形を握ったまま、姉が巻いていた金色の帯にくるまって冷たくなっておった。私はもう誰も守れぬ。復讐に囚われた身ではな。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。
新しい季節を迎えるたびに、もう二度と聞くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒナ、館へ急げ。死角を捉えるぞ、急げ。辺りを調べよう。足跡があるはず。こっちだ。なぜヒナが狙われた。サダオから遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは。おとりに使ったのですね。サダオが来ると踏んだのだ。なぜ黙っていたのですか。言えば止めたか。守ると約束したのです。足跡は一人分、死角は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。一番手は誰だ。八郎、サダオの弟だな。なぜヒナを殺した。逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。サダオはどこだ。
悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿、ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると。何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。貞雄がいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは。ヒナを埋めてやる。せめともの情けだ。後ほど野営で会おうぞ。少し疲れたか。行くぞ。噂によると浜にあるムクロ。酒井様、お達者でいらしたか。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは。食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地。全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。本当に見たんだよ。疑ってるなんて言ってないだろ。嘘じゃないんだ。昔頭が。何か分かったか。貞雄はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞雄はなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできない。村はひどいありさまであった。やつは何かを隠しておる。悪人は隠し事がうまいものです。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。貞雄、首を洗って待っておる。
死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。クズめ。殺したのですか。雅子殿。やつは私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。菰田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのは、それがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして撃つべき敵も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では金田の村で待っておるぞ。